皆さんこんにちは。今回はこのバースト確定モッド、コネクトアクセルのオーダー、あの無料オーダー毎日来るっていうことで、これを1日ずつ引いてってちょっと動画にしようと思ってて、でこれをね後で編集でまとめて一つにして出すっていう感じでやっていこうと思うんですが、本日初日バースト確定出てるんで、引いていこうかと思います。 OK、 いきましょう。確定だから、あれちょっとラインナップ、あれ、まあ、まとめたから後で見るか。星音以外もあれかな、出るんかな、普通のっていうか、何バーストじゃないやつ、ちょっと見てないな。これどうしよう全部見ていくか。11連、あーなんかいいの、これ確定枠以外出んのかな、ちょっと自分のサイトで確認するか。これ3光か。あーうん、まあ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 いいでしょう。この自分のサイト、あれなんか芳しくねえなこれ何連目だっけ。まあなんか被りが多いと思うんですけど、あれだね、あの星4確定枠以外も全部バーストっぽいですね。星4が、まあ確定枠以外来るのかどうか微妙なんですが、あ、まあ船大クリーファとかもあんのか。国葬の右腕小春、捕獲探索者、貴重な新装備、あれないのか、槍の、あ、刻印サチあるんだ。刻印の槍使いサチがあって、まあ、それあるならあれか、あのカオスグリームアイズのブレイクにもいや、あの一つの願いサチもあって、初期バーストは入ってる感じかな。初期バーストの息当然勇気と、片手再建も入ってるな。まあ、なんか、あ、舞い降りる祝福リズベットいいですね。なんかいろいろ入ってんね。キャプテン勇気。ああ、おおおお、あれあれあれ、あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、残弱デバフ、やったーやったやったー。でも、再起間発もあるけど、バースト、あ、いいな、いい、いい。ブレイク値44番。ブレイク値は微妙だけど、まあ、おー、いいね。ありがてえ。マジありがてえな、これ。やった。あ、なにこれ。パネルミッション。めっちゃジェムもらえるやんけ。めっちゃもらえる。何これ、フルーヤイバキリト。これなんかあれか、イベントかなんかであれかもらえるんか、あのフルーヤイバキリト、なんかイベント、これか、これが、あ、ちゃうか、これじゃないか。え、どれどれどれ、ハッピー51層アップデート、あ、もしかしてあれか、ストーリー、え、なに、ザ・メタル・リーパー、なんだこれ、え、スカル・リーパーの、なんか進化版みたいな。まあ、とりあえず、今日の分はこれで終わりにします。さて、2日目ですね。覚醒確定オーダーが来ました。こちら、パワーライズ3が入ってますね。試し切り一線キリトとか、夜空に咲く青バラキリト、あとは、シトロンナイトアリスのような刻印とか、あとサバソンも入ってますね。まあ、しびれたドラゴシリカも入ってるし、そうですね、パワーラ3が案外入ってる感じがして、ちょっとびっくりしました。まあ、とりあえずね、あの、これは、まあ、まとめたので、後で、あの、見返すこともできるんで、あ、スナピもね、入ってるんだね。まあ、とりあえずこれ、ちょっとね、引いていきましょう。まあ、何出るかな、なんかね、あ、確定枠以外も出たらね、嬉しいですね。今のところは、1日目が、確定枠のバーストのみだったので、まあ、そうですね、こういうアビリティとかね、覚醒のね、来たら嬉しいですけどね。まあ、特に覚醒ってやっぱそのキャラ指定条件が、あの、どれで満たすかみたいなのをすごい悩むんで、なんかいいキャラの、覚醒アビリティとか、まあ、来てくれたらすごい嬉しいですけどね。まあ、ソードスキルでも、まあ、探検の刻印とかね、来てくれたら、まあ、聖属性の鬼バフまでついてるんで、めちゃくちゃありがたいですけど、
やっぱね、試し切り戦がスタックブーストだから来てほしいっていうのはありますね。まあサバイバルソングシノンもねスタックブーストなんで、まあ、来てほしいっていうのがあるんですけど、他に何かあったかな。まあスナピは俺持ってるんですけど、まあ、持ってない人からしたらね、やっぱすごいモーションが短くて速いっていうのがあって、でカジバパフかけるのにねモーション速くて短いのすごいありがたいと思うんで、まああるとやっぱ嬉しいですよね、ない人はね。まあ他のだとあれだよね、なんだっけ、シャドレだっけ、シャドレインっていうやつ、あターゲット位置、あおーお、覚醒の演出はそりゃ来るでしょうという、おボイスなし、あこれは確か持ってなかった気がするな。でもリーファは、リーファ条件満たしつつハイバトルヒーリング、あでもタンクでもまあ使えなくはない、まあカブリアではない、おやった、新規だなんか普通に嬉しいですね。まあ2日目はこんな感じでした。普通に嬉しかったです。さて3日目やってまいりました。モッドオーダー来ましたね。毎日1回これ動画撮ってるんで、日によってちょっとテンションが違ってたらすみませんが、まあ、ちょっとねこれね、先にラインナップを少し見ていこうかと思いますね。この中で俺が欲しいのはただ一つですね、これ。まあ、ただ一つっていうか、まあ、他にもちょっと欲しいやつあるけど、まあ、これ一択。もうこれ以外、まあ、別にそんないらないかなって、まあ、いるやつもないか、あんまりないかわかんないけど、前回ストリート一択ですね。これないとちょっとブレイクが、あれですね。51ストフロアボスのブレイクがきついということで、まあ他はあれかな、応援エギルとかまああったらいいなくらいで、うん、でも応援エギルもう別にそんないらないんだよな。まあとりあえずちょっと、引いていこうかと思います。まあ、毎日さこれさ、覚醒とモッド、コネクトアクセルって毎日これガチャの演出がね違うのが見られるのがいいですね。これもうなんかちょっとあれか、動画長くなりすぎちゃうからちょっと確定枠以外飛ばしちゃうかこれ。うん、まあ飛ばしていくか。5 6 7 8 9 10、次確定枠だな。これモッドで、あ王の、多分ほぼ被ると思うんで、おそ、あれ違う、あれ、あ、おーおーおお、あ、演出見そび、あ、やった。カオスアスラ、もう回る必要あんまないけどさ。うわー、演出、あ、なんか、あれ、3回光ったと思ってちょっと飛ばしちゃったけど。あ、これなんか、普通に欲しかった。まあ、今更かよっていう、感じも。するかもしんないけど、これでもやっぱいろんな属性を持ってると今後ねそういう属性のボスがね出てきた時に対応できるのですごくいいと思っていて、だからこういうのはね全然ね無駄じゃないと思うんでこんな大馬さんのお尻がめっちゃ見えますけど、まあ3日目はね、あなんか誰か殺されちゃった大馬さん、あなんか死んじゃった。まあとりあえずね、3日目はこれで終了といたします。さて4日目ですね。なんかねバースト覚醒モッドって出てて、まあ今日コネクトなんですけど、まあ昨日とかね、まあ、モッドオーダー何出たってみんなねなんか話して盛り上がったりしてたんですけど、みんな運命を告げる雑魚出たみたいなそういう話をしてて、でこのオーダーさ、駅員キリトとか何よりあれですよね、キョンシーシノが出たのがすごい出てたっていうかラインナップに入ってて、まあ、昇格の絵の道シノンとか、あシノンじゃないユイとかさ、シリカのパジャマなんかネムネムのシリカとか、まあいろいろさ入ってて、まあ、CT 減少の片手再建コネクト入ってて、でこれねやっぱりキョンシーシノ当たってる人がを結構見かけましたね。ツイッターでもねやっぱいろいろ言ってる人がいて、まあとにかくねこれちょっと引いてみようかと思います。
あーでもな、なんかそう、かぶりもちょこっとあるんだよな。その、シノンの初期コネクトだっけ、俺使ってるから、その弓がね、あ、でもなんかその確定枠以外でもさ、なんか、あの、出てる人がさ、あの、たまにね、いたんで、たまにっていうか、なんか2枚抜きとか3枚抜きとかさ、してる人さ、やっぱ、まあ、ツイッター、まあ、X か今、X のさ、ポストで見ててね、あの、結構、あの、たまにっていうか、結構見かけた。でもそれあれか、当たったっていう人だけ投稿してるからか。あのね、結構ね、そう、騙されちゃいけないみんな。あの、そういうのね、本当にね、ああ、みんな当たってるんだ、当たってるんだって錯覚する人がいるけど、あの、当たってるから嬉しいっつって投稿してる人が多くて、で、外れたら別になんかどうでもいいから投稿しないじゃないですか。だから相対的にっていうのかな、なんか、あの、当たった人ばっかり投稿するから、そういう、なんか当たってる人ばっかなんじゃないかなっていう風にね、見えるんですけど、マジ騙されちゃいけないですよ。あ、みんな当たってる、あ、みんな当たってるっつって、あのね、急いで引くとね、痛い目見ることがあるんで。でもなぜかね、フルバーストオーダーはね、まあ、なんか、当たってる人多い。あ、それもあれかな。あ、これは持ってるやつかな。うん、持ってる。まあ、持ってるけど、これが11連目か。探検コネクト、探検コネクト俺ずっと欲しいと思ってたんですよね。あ、マジ、なんだろう、これはモーションがいいやつなんかな。あ、これあれじゃん、筋力増強だっけ。おー、いいね。シュレッディングウォーター、おー、いいね。一応撮っとくか。一応なんか写真撮っとこう。で、一回限界突破しまして、ちょっと、探検を装備して、で、今プレゼントボックスから受け取ったかな。あ、大丈夫だね。シュレッディングなんだっけ、ウォーターだっけ。ちょっと見てみますね。ちょっと遠目から、で、ちょっとこの角度でいいかな、遠目から。あ、いいね、早いね、いいね、いいわ。あ、いいです、このシュレッディングだっけ。もう攻撃モーション、この名前、あ、ウォーターが水属性って意味だから、これシュレッディングか。いいね、シュレッディング。あの、後ろに下がんない感じか。このね、後ろに下がんないっていうのがいいよね。まあ、コネクトだけどさ、その、小春に持たせたとき、後ろに下がるモーションだと、あの、いざスイッチ打ってさ、連携したいっていうときにさ、どっか行っちゃうんすよ。なんかまあ、小春に持たせるかどうかは別とし、まあ、置いといて。あ、置いとく。置いとくんかい。まあ、4日目は、とりあえずこれで終わりにします。さて皆さん、今日は5日目最終日ですね。アクセル確定11連オーダー、ちょっと気合い入れて引いていこうかと思うんですけど、あの、気合い入れるとガチャ結果が変わってくるんで、ぜひ皆さんね、気合い入れて引いてってもらいたいんですが、いろいろね、アクセル、初期アクセルかな、入ってるんですけど、結構ね、あの、種類数が少ないんで、1つ 12.5% と高めな適用割合になっているんで、まあ、かなりいいオーダーですね。無料なんですが、このシノンがね、持ってるんで、まあ、これ出たら、まあ、しばくぞって感じになるんですけど、あと、まあ、片手再建かな。まあ、これはね、持ってるし、まあ、持ってなかったとしてもあんまり出てほしくないみたいな、まあ、やつではあるんですが、まあ、ちょっとね、とりあえずこれを引いていこうかと思います。まあ、ね、もうね、オーダーまとめも終わってるんで、まあ、ちょっとね、ほんと最終日なんでね、いいの出てほしいですね。あの、確定枠以外出たっけ、この確定無料オーダーで。確か星4確定枠以外はなんか星4が1回も出てなかった気がするんで、まあそうだな、一応なんか星4確定枠以外も、まあ演出を飛ばさないで見ていこうかと思うんですが、まあ槍だと、確か槍もあるな、槍も装甲減退持ってるんで、まあ、弓も、弓はいらないと思って飛ばしたら、もうまさかの被りですね。まあ、
まあ先にねかぶりが出てきてくれたということで、まあ確定枠じゃないんで、まあ今のうち来てくれたんで次はねもう来ないでしょう。まあアクセル、これが10連目なんですけど、まあ、アクセルシリカ、あー欲しいな。うわ、いや、うわうわ、走行限界じゃ俺持ってんだけど全部かぶり、え、こん、え、めっちゃいいオーダーなのに、え、あー、こういうボイスなんだ。あー、全かぶり、まさかのこんな良心的なあの無料オーダーで全かぶり、珍しく無か珍しく確定枠以外でなんか出たかなと思ったらなんかかぶり皆さん今日で最終日でしたが、ガチャ結果どうでしたでしょうか。どうでしたかどうでしたかか、ね、んー、なんかね、やっぱいいスキルいっぱい入ってたんだけどね、ほんとめちゃくちゃ欲しいってやつはなんか、そうだな、めちゃくちゃ欲しかった、やったーっていうのはあんまりまあ出なかった感じが、まあなんか応援団イーグルとか確か出たんだっけ、まああれのおかげでカオスアスラね、もう俺カオスアスラやる意味はあんまないんだけど、まあでも一応175はまだ作ってないんで、まあなんかそうだね、やっぱり自分でやってみないと分かんないこととかあるんで、その攻略情報とかねどっかでねかけたらなんか動画にできたらって思うんですけど、まあやる気出たらだけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。